皆さんご苦労さんです、今日は皆さんご案内のように島根県では25例目です。出雲市においては8例目の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたということを受けまして、改めて市民の皆さんにお願いをさせていただきたいということで、記者会見をさせていただきたいと。すでにこの内容については島根県の昨夜の知事の記者会見等で、ご承知のことと思いますけれども、今回確認された患者さんは出雲市在住の10歳代の女性、島根県立大学看護栄養学科の学生さんということでございます。東京都新宿区の劇場で集団感染が発生した公演を鑑賞された方であります。現在出雲保健所において行動履歴、濃厚接触者についての調査を行われている最中でございます。こうした状況を踏まえまして市としては配布資料の通り感染拡大防止の対応をすることといたしましたが、今日は大きく2点、そしてこの今後の経過等を見極めながら新たな対応等が必要であればそれを取っていくということでございますので、お手元にお配りしている資料の1の方からお話をいたしますと、新型コロナウイルス感染症の発生によりまして本日7月15日から一般電話相談窓口の開設時間を下記の通り延長するということで、現行は平日の8時半から夕方5時まで17時までというものを本日から平日に加えまして土日祝日も開設をすると、それからその開設時間も8時半から20時まで時間を延長して対応していきたいということでございます。電話番号、ファックス番号等についてはそこにそちらに記載している等でございます。いろんな不安が広がってきていると思います。そういった皆さんのご相談窓口ということで、丁寧な対応をしてまいりたいと思っておりますが、基本的には出雲保健所そして、との連携、県との連携をしっかりとしながらですね、情報共有をしながら適切な対応を取っていきたいということでございます。それから2点目でございますけれども、これは今回の感染症確認ということを受けて、子育て支援施設の対応についてでございます。この県立大学の出雲キャンパスの学生さんということでございまして、このキャンパスの中に設置をしております子育て支援センターハグハグ、それを臨時閉所するということでございまして、ハグハグの臨時閉所期間としては、本日から当分の間、ということでございまして、これから皆さんにお知らせをしていきますが、これはこの子育て支援施設につきましてはキャンパスの中の2号館の1階に開設しておりまして、保育士2人がスタッフとして対応するということで、直近の利用状況等についてもそこに記載している通りでございますが、1日約3人ちょっとの皆さんがご利用いただいているという状況でございます。なおその市内に10カ所ある他の給施設については、子育て支援センターについては通常通り解消して対応しているということでございます。現在県立大学の出雲キャンパスは立ち入り禁止ということになっておりまして、保健所の
疫学的調査中ということでございまして、まあ、それらの対応を見極めながら再開する時期についてはまた決定していきたいと思っております。まあ、以上がこの皆さんにお知らせするものでございますが、まあ特に新しい情報というのは持ち合わせておりませんけれども、まあ、長い期間、その最初の発生からですね、時間が過ぎ、まあ、市民の皆さんにさまざまな形で協力していただきながら、なんとか、感染者ゼロという状況が続いておりましたけれども、まあ、残念ながら今回こういう事態になって、でまあ、全国的に傾向等を見ますと、東京都の数字等を見たときに、まあ、これが新型コロナウイルスの第2波と言えるかどうかは別としてですね、間違いなく、その収束する兆しというのはない状況でありまして、今後もこの先ほど申し上げました、今回の感染者にかかる、濃厚接触者等の調査、また検査結果等を踏まえて、さまざまな対応をしていく必要はありますけれども、まあ、市民の皆様には引き続きですね、まあ、3密を避ける基本的なマスク着用とか、手洗い、うがい、その他の健康管理、しっかりと努めていただきたいということであります。この件についてご質問にお答えする形で進めていきたいと思いますが、どなたからでもどうぞ。朝日の杉山です。よそから来てくれ、まあ、こういった事態、東京はもうまた第2波っていうような予想定しておりますけれども、まあ、都会からできれば来ていただくのを遠慮していただきたいというようなお考えというか、そういう情報を発信するというようなお気持ちはあるんでしょうか。まあ、いろんな自治体でいろんな意見を出されておりますが、まあ、近々開始される GoTo キャンペーンについてもいろんなご意見もあるようでございますけれども、やはり市民の命を守るという面では感染防止というのは最重要課題であって、そのためにそのリスクの高いエリアからの皆さんというのはできるだけ避けていただきたいというのは本音でございますけれども、そうは言ってもですね、やはりこの全くシャットアウトという話ではなくて、そのまあお越しになる皆さんがそれぞれのエリアでその自らの健康状況等をしっかりと確認しながら、またお越しになるルート等も安全性を確認した上でですね、お越しいただきたい。ただまあ基本的にはやはり県内の観光といいますか、改めて県内の県民の皆さんがそれぞれ観光施設を利用していただく、そしてできれば近隣の感染状況の安定したエリアからの皆さんにぜひお越しいただきたいというところであります。はい、どうぞ。読売の佐藤です。今のことに関連してなんですけれども、 GoTo キャンペーンで全国からお客さんを迎え入れるにあたって、今回の感染者が出たことについて影響があるかどうか、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。いつもに来られるお客さんについて影響はあると思います。その、しばらくというか長らく期間感染者ゼロという状況である出雲と、まあ、今回一人とはいえその確認されたということ、また今後のことも含めてですね、不安を持っていらっしゃる方は案外出雲への旅を中止なさる方もいらっしゃるかもしれません。その中止するかしないかの判断については、来られる方の
判断に任せてご自身で体調管理ルートを。そうですね、最終的には先ほども言ったようにですね、自ら の, その健康状況とその自らお住まいの地域 の, その状況感染状況等を踏まえた上で安全確実な方法でお越しいただくということを、それは最終的にはご自身の判断によるところだろうと思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。日本海テレビの大谷です。新しい情報はないということでしたけど、はい、この、学生は寮に住んでいるのか、またアルバイトとかをしているのかなど、わかりますでしょうか。その辺についても正確な県というか保健所からの情報提供はありません。まあ、いろんな噂が流れているようでございますけれども、その辺のことについては正確な話は伺っておりません。調査中ということで、それとも公表はしないという話ですか。仮に、まあ、確認されたとしても公表はされない事項になるんじゃないかと思います。まあ、状況によりますけど。他には、はい、日日さん。もしも日日新聞の小室です。はい、久しぶりに県内で発生したということで、まあ、出雲の経済も徐々に回復傾向になったのかなと思いますが、 そのあたりまた再度影響を与えてくるのではないかというお考えは一緒にありますでしょうか。先ほどお答えしたように、まあ、影響はあるだろうと間違いなく思いますが、基本的にはやはりその徐々にそのステップアップしていくという、その途中でまあこういう状況になったところでありますけれども、大きな方向としてはやはりその地域経済の回復というのはこの市民生活にとっても大事なところでありまして、まあ両立というのは口で言うのは優しいですけれども、その感染拡大防止を徹底することと、その徐々に地域経済の活性化といいますか回復を図っていく、まあ、それしかないだろうと思っています。そういった経済と感染対策の両立というのは、また次回の支援策等でもやっていくというところです。そうですね、まあ、もともとこの新型コロナ発症時から、まあ、目に見えないこのウイルスとの戦いというのは長期戦になるだろうという思いが最初からあったところです。まあ、過去の人類のウイルス感染症との戦いを振り返ってみると、何回もいろんな波があって、それを最終的に乗り越えるには相当な期間時間がかかっているというところでありまして、まだまだ考えてみれば半年ぐらいの話でして、そう簡単に最終的には特効薬もしくはワクチンが、それも地球規模で提供できる状況にならなければ収まることはないだろうと思っています。まあ、新型コロナと共生するという中で徐々に克服していくと、まあ、それしかないだろうと思っています。そう、もう一回ありました。第3弾の支援策の中で GoTo 出雲キャンペーン事業というのがあったと思うんですけど、これは予定通り行う。これは予定通りやっていきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、その、まあ、お越しになる皆さんの側でもしっかりと注意してもらいたいし、我々受け入れる側はその今できる必要な対応というのをしっかり取った上で、徐々に、まあ、一気にその特に感染拡大しているエリアからだけではなくてですね、そのエリア以外のところからですね、来ていただけたらというのが、でいつまでもその何もしない状態で、この地域経済の回復というのは難しいだろうと思っています。恐る恐ると言いますか、一歩一歩半歩ずつでもその回復する手立てをですね、仕掛けをしていく必要があると思っています。すみません、地方新聞です。前回といいますか、4月、5月のところで、県といいますか、出雲保健所に人員派遣の話だったかと思いますけれど、
新日あのケースが送られて、今回については何のところその動きはない。そうですね、要請がないし、まあ、あの県が出雲保健所へ、医師保健師その他スタッフを、今日から配置しておられます。まあ、状況によってはですね、また要請があればと思っておりますけど、今のところはその要請がないというところです。今後要請があればその対応していきたいと思っています。ありがとうございます。それと、いわゆるあの情報共有の話なんですけれども、はい、市長会等を通じてそのこれまで求めてこられたところだと思うんですが、ここまで、まあ、まだ一晩ですけれども、まあ、いわゆる所感といいますか、いかがでしょうか。まあ、前回というと、県内最初の例の時に比べればという、まあ、比較はあれですけど、ストレートに県の方からですね、いろんな情報も、昨晩のことを言いますと、まあ記者会見より前に確認された時点で、さまざまな、ただ基本的な情報提供ほどはいただいておりました。まあ、連携としてはうまくいってるんじゃないかと思っています。ありがとうございます。その今後もっと、まあ、今後もっとこうしてほしいでありますとか、今後される点がもしあればよろしいでしょうか。そうですね、まずその行動調査というのがしっかりされて、濃厚接触者と思われる皆さんが、その全ての皆さんがですね、PCR 検査が受けれるように。ただ集中しすぎるとなかなか難しい。このご本人の行動履歴の中で、その可能性の高い人を優先的にですね、受けていただき、また、不安を持っていらっしゃる皆さんの検査もしっかりやっていただきたい。まあ、そのことによって、このさらなる感染拡大防止につながるんじゃないかと思っています。まあ、結局前回もそうでしたけれども、まあ、全国的にもそうですが、検査を受けること自体をですね、本人の意思でというところが、まあ、いろんな抑制が働くというのは、その風評被害というか、その詮索したり、その誹謗中傷という、まあ、それがブレーキをかけることになり、それが結果として感染拡大につながるというところをですね、まあ、しっかりと県と一緒になって、皆さんに呼びかけていきたいなと思っています。はい、どうぞ。さらに日本海テレビ大谷です。はい、この件に関連してですね、はい、PCR なんですが、この、女子学生に関連した PCR は今日何件ありますでしょうか。まずはその報告は何か聞いてる。まだ終わってないようですし、その数字の報告は受けて、現時点では受けてません。まあ、最終的にはその学生さん500人、それから教職員100人の600人の皆さん全員という話、昨日も学長なさってましたので、たださっき言ったように、その優先順位といいますか、そのつけながら処理をしていかれるんじゃないかと思いますね。まあ、都度また発表はあると思います。他には、日日新聞の松原です。市長、昨日の会見の方は、どのような方法で見られたんでしょうか。映像で確認しておりました。YouTube とか、はい、それをまあ見られたときというか、まあ、感染をまあ知ったときですね、どのようなまあ率直な心境を。いや、その確保はしてはおりましたけど、ないない、強化というところがですね、率直な感想でして、まあ、全国的な状況等を見ている中でですね、とてもその次はないとは言えないという覚悟は常々しとったところですけど、それが、まあ、昨日だったというところで、まあ、残念でありますけれども、そのこれ以上の拡大をですね、防ぐというところで改めてその覚悟をし直したと
というところです。他にご質問ございませんでしょうか。はい、職員の方とか、はい、東京での市長なんていうのは今やってらっしゃらないんでしょうか。やってないですね。私自身も3月から一度も上京はしたことはない。ただどうしても必要な会議についてはですね、特別に出かけてもらうことはありますが、まあ昨今の状況を見るとなかなか、会議そのものも、まあ、中止になっているケースが多い状況ですので、まあ、今後ともこの状況が続くのかなという気がしております。他にご質問ございませんでしょうか。それではまあないようですので、まあ、今おそらく市民の皆さんまたかという思いで、さまざまな不安を抱いていらっしゃると思いますけれども、まあ、くれぐれも先ほども申し上げたようにですね、その犯人探しのような話ではなくてですね、その、まあ、冷静に対応していただきたい、詮索とか誹謗中傷、これが結果的にはこの感染拡大を妨げる要素になりますので、まあ、その点を特に引き続き冷静な行動をとっていただきたいというお願いをしておきたいと思います。まあ、これから本格的に行動調査等はあり、まあ、検査結果公表される中でおそらく、まあ、患者さんが増える可能性も強いと思いますが、まあ、市としてはやはりその引き続き感染拡大防止に努めていくということを改めて申し上げます。それとやはり正確な情報をですね、いち早く皆さんにお届けすること、それぞれお困りの市民の皆さんへの対応というのをいろんな形でしっかりと対応していく、まあ、そのことを改めて、市民の皆さんにもお知らせし、今後もその感染防止に、ご協力いただきますように改めてお願いしておきたいと思います。市長からのメッセージをまた出します。はい、ということでご苦労さんでした。以上をもちまして会見を終わります。ありがとうございました。